作りました。フック。フック。フックだね。フックワード。そう。その名も青春18フック。それ切符っすね。いや違う。18切符。いや、これはこうやんか。こうなってこうなるフック。何がどうなってんの？いや、これがこうなってこうなるこう、これ女子高生みたいな。いやいや、もうつま先のこれめっちゃ大事。いや、これこれも先生、これも先生、これも大事。うん、これが何ですか？あの青春、うん、18フック、うん、青春18フック。うん、何それ？だから教えるよ、ハーフガード。これあ、これハーフガードで、ハーフガード押してこう。わかる？え、こう。え、違うよ、全然青春入ってないよ。しっかりしろよ。青春要素がわかんないんですよ。青春、いやいや、もう全然わかってない。あ、やったらしい、青春わかってるらしいですよ。しっかりしろってやろう。あ、いい感じ。え、いや、だから夏な、夏。うん、いや、俺も同じじゃないですか、ここ。いや、全然さ、新鮮さないやん。新鮮さ、あ、こう。あ、いい感じ。あ、いい、あ、いい感じだ。あ、なるほど。あ、OK。で、これが、まあ、何年間使うっていう話。なんですか、これは。いや、だから、青春18億。名前は分かったんですけど、だから、なんこうするやんか。で、マキさん、すいやん。こうするやん。ほったら、こっちからね、こうパーパーって、こうなるやん。ほったら、ここへ、こうやん。なんすか、これ。ほったら、こうやってバックこれ。やばい。で、動けるじゃないですか、なんか。緩そうだし。緩くない。いや、でも、あの、緩さを作るのが、18歳の青春やん。完璧じゃないやん、18歳の青春って。あ、まだこう、なんかブレてるんで。そう。それが青春。うん、緩そうに見えるねんけど、実は、うん、青春時代としてはパーフェクトな時代を築くっていう。なんか難しいね。だからイカれたマジカルバナナみたいな。こうしたらこっからちょっと体重ずっとかけるやろ、はい、こっから外にかけて、うん、こうでも動けるっすよ。これ動いてみて。動ける。あ、いや、ま、俺まだいける、まだいける。いや、こうやって大人になっていくっていう感じ。あ、で、バックが大人。そうバックまで行って。バックが大人なんです。まず18フックに、まずハーフガードからの、うん、まあ、いろんな過ちを犯しながら勉強をしていくフック。これかな。あ、でもちょっと硬いかな。これ18歳、18フックからのこれの成人式。これ、あ、これが大人なんですね、成人式。成人式で4点やから、はい、まあ22歳ぐらい。ああ、大学で4回戦の年。そうだからもう大学ね。あとはこっから就学して就職。まあ、ジョークの修復って呼んでんの。うん、まあ多分結構いい。これで、まあ、上がってタップしたら採用。ああ、じゃあこの前の試合で3回採用されたわけ。あ、そうだから3社から。あ、3社から3社から。モテモテじゃないですか。うん、すごいエリートだ。だからこれをこうしたら、そこからかけてのこれ。これがさ、こんなん、あ、しなしな、こんなん、マジでさ、あの、言ったらさ、18歳の夏一回も海に行きませんみたいな、そういうさ、しおれた青春っすよ。そうです。友達と焼肉行きませんみたいな。来てくれてるんですね。青春じゃないの、それは。分かる。あ、ここで新鮮さが出てくるんですね。フレッシュさっていうか。そう、なるほど。もうしおれてるのはダメなの。そうで、やって。あ、俺がですか、これを。うん、脇は刺すんですか。刺す。脇は刺して、うん、こっちの足でこっちを刈って、うん、これは上にキュッてやるんですね。うん、でこっちは膝裏にこうフック。そうですね、あの、ふくらはぎが。そう、それでこれで完成してるんですか。なんか緩い気がする。いや、これで相手が逃げようとして動いてくるやん。
はい、頭パンしたとそれで頭抜いてバックいくそうそうそうへそうそうそうだから俺はあのお前の友人のミスもある言ったら友人友人のミスがあってここでは友人なそうここでは友人ああなるほどでもバック取られるとやっぱここからライバルになってくるから就活でうまくいくかどうか決まってくるなるほどだから22歳の間はまあそうですね、みんなと競わない競い合ってそうここら辺も僕面接なんですそうでここで取れるか取れへんあ面接頑張って頑張ってでこれでパローって終わるやんドラッグ動く動く2位となるのかうん動くでもいろんな要素があんねんこれには充実は人生なんですかハーフガードかハーフガードは人生まあ今回の、切り取りで言うとまああれやな18歳から22歳までのあ一番この大事っていうか大事だ だからこういう時間だからこれはさこんなのさあ元気ないこんなんすどうこんな18歳から22歳のあれでいい準備いやよくないです絶対ダメやこうやってさもうなんかわかるフレッシュさよもう指先まで滑ってこう若さが出たもうこの角度がね、失敗も全力でやりますみたいなわかるうん、なんとなくうんそれがこれが大事なんです、最初のこの形が大事、大事やっぱこのフレッシュな、俺今から夢をつかむぞみたいなそういうさ、うん、フレッシュさがあって、で、まあ失敗したりさ、なんだりってあっていくからで、はい、もしかしたらね、これやってさ、あのこう入って、このフック入りました入りましただけど、なんかいろいろあって、いろいろあって、自分の夢が途中でこううまくいかなくなって、こう、変更しなきゃいけないことも出てくる。ああ、まあそうですね、怪我とかありますか？そうそうそう。例えば、これでな、相手がこの足を頑張ってフック外そうとしてくれ、あ、俺の夢をこう外そうとしないでくれってなるんだけど、その場合はこっちやおお。こっから、うん、消防士もよかったけど、弁護士になるみたいなさ。難しいお話始めました。そうそうそう。だから、まあ、こう、軌道修正してさ。いろいろあっていいんだと。そうそうそう、いろいろあって、いろいろあって、だから、一応これで固めるわけではないのよ。お前、これ緩いって言ってたけど、はい、固めるわけではない。相手、選択をいろいろしていく中で、そうそう、ここの18フックを楽しめよっていう、何が起きるかわからへんやろっていう、それで最終的にいい形になればいいじゃんっていう、そういうメッセージがあるんですよ、そうそうそう、そうそう、メッセンジャーやから、メッセージ性が強い技なんですよ、そしたら、そう、だからもう、これ習得したければ、もうこれ、打ち込み、そこはあんまりいらない、ええ、打ち込みは、これよ、それが、まあ、最初の、これが基盤使って、18歳で、このフックがあれば、すっげえ、綺麗だから。すごい。うん。あとでもない。確かに。18歳ですね。お前いくつなんだっけ？僕23歳。あ、終わった。そう、終わったんですよ。ちょうど23歳。僕も23歳です。24年にしたけど。僕18の頃ぐらいから身につけとかんの、これは。ああ。で、今、充実やってる。大学行くか。あ、でも、こっちが若ければなんとか。ああ、そうっすよ。問題だ。あ、そうだ。18歳の気持ちに戻ってくれよ。戻ってや、もちろん。何を言ってんの俺が悪いよ、これ。ピアス開けよ。ピアス開けない。この技やるときは、必ず、まあ、でもな、やるには、はい、これ結構使えるね。強そう。これ強い。だからぜひ、ハーフガードやるときは試してみてください。青春を楽しみましょう、みんな。ではまた。最後まで見てくれて。ありがとう！チャンネル登録と SNS のフォローもよろしくね！